こんばんは。30秒以内に浴衣洗おう。10色かけど、10色じゃない、5色かけど10お願いします。塩マックス今投げてくださると嬉しいです。生誕祭も、愛子ちゃんの生誕祭も両方ありがとうございました。もっとかしらね。なんとか間に合うことができました。あ、タイムテーブルも作ってくださったおかげで、あの画像とかあんま来れなかったんですけど、ちょっと配信があったのでですけど、なんとか出せることができました。本当にありがとうございます。考えてくださった方も。お疲れ様、ありがとう。え、あれ待って、ママ配信早まり、え、待って、40分からだった、間違えた。ごめん、間違えた。一回切った方がいい。間違えた。ごめん、間違えた。めっちゃ30分って勘違いしてしまった。やばい、ごめん。できなくなっちゃうかな。大丈夫、ごめんなさい。申し訳ないです。ごめんなさい、私が間違えてしまいました。完全にあれでした。ハンマー下でした。ごめんなさい。ごめんのすけ。あ、すごいすごい暖房。ごめん。ジョくん、ジョくん、ジョくん、早めてしまいました。ごめん。生誕祭そう、お見送りの最後に並ぶよ。10分はやめてしまいました。違う、10分早めてしまいました。わー、違う、やめてしまいましたじゃない、早めてしまいました。ごめんなさい。日本語難しい、本当にごめんね。ごめんね。メジャー半可だったぞと思ったから、多分20分ぐらいで切れると思います。ちょうど今羽田空港、おかえり。今日見つからなかった自信しかない。上の階でしょ。私も見てたよ、じーって。気にしないで大丈夫、ありがとう。こんばんは。もう今日はほんまに楽しかった。あのね、生誕祭のね、どっちが見送りもバッチリ見えて、あ、そう、なんかあれの提灯とか鳴る子とかお花とかを持って帰るために今事務所にたくさん持ってきたので、今から配信が終わったら持って帰ります。ちょっとね、結構多すぎるからパパを召喚しなきゃいけないかも。ここに召喚、ね、素敵なフランドスタワー。え、スタワー違う、もうダメだもん、スタワーじゃない。
何時まで、多分50分ぐらいに切れるかな。そうです、皆さんとも仲良しです。イエーイ。ちゃもこま、こんばんは。え、逆さになってる、嘘。あ、もうが、もうの言葉がか、幸せそうな写真が撮りました。そう、いっぱい撮ったんですよ。メンバーのおもちゃのエピソードいろいろ言ってくれてました。そう、しかもなんか結構夜は体力的に結構厳しかったんですけど、もう愛子ちゃんの生誕祭をもう盛り上げたい盛り上げたいって思って、もうアドレナリンをブワッと出して、めっちゃね、はっちゃけました。夜も、もうやっぱり自分もみんなが盛り上げてくれてすごく嬉しかったので、なんか夜は私も盛り上げる方になりたいなって思って、夜公演もね、もうなんか、しかも今年最後やし、もう愛こじっていうの、大好きな愛こじの生誕祭だしっていうことで、もう本当もうぶっ倒れる寸前まで踊ってやろうと思ってめちゃくちゃ頑張った。もちろん、そう、なんか生誕祭さ、どうなるかなって思ってたんですけど、なんかすごいピンクと絵巡り多くてめちゃめちゃ嬉しかったです。なんか本当にモモの生誕祭だっていうのがすごいわかるぐらいピンクと絵巡りでいっぱいで、あー、ありがとう。としさん、ラブデタとはありがとう。もう今日はね、生誕祭、トレード当たるって聞くまでは会えないのかなって思ってたんですけど、無事今日も会えて、生誕祭で会えてよかったです。また元旦も忘れてたの今日。あら、生誕祭ありがとうございました。本当にもう今日はエブグリとウィーンでラブレタワー公演の、そうですね、推しカラーの方もすごくたくさんしてくださって、めちゃくちゃカメラ見ました。カメラも見たし、ファンの皆さんの顔もめっちゃじっくり見たし、うん、めちゃめちゃ楽しかったです。こんなにも一気に自分のファンの方と会える機会ってなかなかないので、そう、みんなすごいなんか交渉してきてくれたんだなって。もし今日ね、仕事とか絶対ね、どうしても休めないとかね、場所の関係で来れないとかあると思うよ、絶対それは。だからそれは、その方も私の心には入っている心に入っているって変ね。ね、みゆさん、めっちゃ可愛い歌はありがとう、ありがとう。もうほんまにこの間のお話し会ももう超笑顔で話してくれて、めっちゃ元気が出ました。ありがとう。あと、この間あれもありがとうね、クリスマスのフラワー、なんていうんだっけ、あれ、さっき髪ももう一回見直してたのありがとうね。ひでくん、くまちゃんとはありがとう、ありがとう。本当にずっと見守ってくれる伊田くんさん、ありがとう。デジタルリー、そうくまちゃん、ありがとう。くま、伊田くん、ありがとう。くまくんって呼んでみた。ゲーム始まって、本当にごめん、もものせいなんです。今回もものせいなんです。本当にごめんなさい。本当は今からの予定だったんです。皆さん本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。ごめんよ、
せっかく時間通りに来て急ぎじゃないんです、間違えたんです、ごめんなさいごめん、桃が間違えて10、30分かと思い込んじゃったの、ごめんほんまにごめん。明日だった9時半は。ありがとうみんな、めっちゃ楽しくてかありがとうございます、そうね、そう言ってくれてすごくありがとう。お、たくさん星ナディア、カウントギフトありがとう、大丈夫ありがとう、そういう時もあるからごめんね、気をつけるね、ありがとう。51分に解除されるかな、さっき、うん、もしかもうね51分だったら切れちゃうかもしれない気もする、マセの手が私もなんか覚えてなかったね、ああ覚えてないことだと思って実は覚えてなかった、楽しかったな、ごめんね、多分2週しかできないかも、申し訳ないです、見送りで目が合わせないかも、また会わしに来て怖すぎ、楽しすぎて出ました、よかった、もうめっちゃ楽しかった、めっちゃみんなと顔合わせに行ってたよ今日。5分配信を止めると言っても確かに、こんばんも始め、いやごめんなさいね、いやもうのせいなんです、ごめんなさい、5分止めたらどうなるんかな、可能であれば10分後に配信すれば、10分後、10分50、分かった、じゃあ50、51分ぐらいに始めていいですか、多分1時間経たないので、そうです、ランキングはそのままだと思うので、分かった、50分にやります、多分途中で切れちゃうんですけど、ごめんなさい、皆さんいい案をありがとうございます、ももがポンコツの線でありがとう、一回止めます、50分に会いましょう、ただいま、おか、ただいま、ごめんね、一回止めちゃって、ただいまみんな、こんばんはし、こんばんはし、あ、この手だった、待ちこだびれた、ごめん、今ね、あと53分とか書いとったから、あと8分ぐらいかな、ただいま、ありがとう、すごい、祭りが今日保たれてる、こんばんは、ただいま、よかったら3週目お願いします、めめぱ、今日も長い、なんか長いというかいつもこんなに早起きしないからさ、なんかすごい
すごい早起きした。うん、ニンニクマン昨日その動画で見かけて気になってきました。お、ありがとうございます。みんな早起きやね、みんな早起きやね。そう、通知がいかないかも。シャツのようなハンバーグ、ありがとう。これ配信始めてからのギフト表示かな、それとも前のやつが引き継がれてるかな。私はまだ紹介してません。前のやつか、よかったよかった、ありがとう。ももちゃんどこのマスカラ、もうね、ね、マスカラね、あれよあるかな、ちょっと待って、本当にね、もうね、やるか、西になるけど、全然ありがとう、そのブリフトの、ありがとう、ごめんね。いかがだ、これめっちゃ楽しかった、手作りものの可愛かった、めっちゃめっちゃ楽しかった、本当に、ね、マジで楽しいね、緊張はするけどさ、他の子が見当たらないけど、なんかキャンメイクのねやつなの、の有名なやつだから、デパコスとかではないんです、600円とか700円のやつでこんな上がるから、おすすめ。個人的にはもうビューラーでごっがっついいっちゃうって感じ、もうね、この文字が消えかけて、キャンメイククリックラッシュカラーです。そろそろ時間、そうだね、58分ぐらいで切れてて、ごめんね、ちょっとお騒がわせ、おさ、ん、お騒がわせ、おさ、ん、お騒がわせ、あ、合ってる、おが、おが合ってるかもじゃあ先読んどくね。13位のケイスティンさん、ありがとう、今日行けてよかった、ほんまに会えてよかった、ありがとう。12位の深緑さん、ありがとう。11位のヒヤさん、ありがとうお騒がわせ、ん、おさが、ん、わからんのってやばい10位のハルアットマークマリーナズーさん、ありがとう。9位のエイトさん、ありがとう。8位のゼータンさん、ありがとう。かわいももにくりづけ、5位ありがとう、2公演もありがとう。7位のターさん、ありがとう、やっぱりももしかよ、うんいっぱい来てくれてありがとう。6位のサンタロー侍さん、ありがとう、会えてよかったよ。5位のフクちゃん、ありがとう、素敵な生誕さん、ありがとう、もかも、会えてよかったです、ありがとう。4位のまるともちゃんさん、ありがとう。3位のみゆさん、ありがとう。2位のももかが、僕のシンデレラ、もうももかが大大大好きが止まらなくて口ポカーンって開いてるよありがとう、会えてよかった。1位のひでくん、ありがとう、ありがとうね、いっぱい応援してくれて、会いたいね、また。お騒がせ、お騒がせだ、お騒がせって言ってた、お騒がせ、わからんのと日本語が何分に消えてるかわからない。明日はね7時からなので、7時からなので、まあ、みんなもなんかあの捨て星はそんなに、あの早くないと、早く、まあ、早いんですけれども、なんだ、ありがとうございます。多分大抵ももがちょっと長く寝れるようにしてくれたのかな、7時ってことは、ありがとう。6時からって送ったのにありがとう。ももがいつ可愛いって100ぐらいめっちゃ思ってくれてる、ありがとう。